これを見て地元の情報通になろう地元通のコーナーをお送りしていきます、はい、まずは前半地域の話題を3問お届けいたします。それでは早速どうぞ。宮崎市佐土原総合文化センターでは広瀬中学校区成人式が行われ100人の新成人たちが出席しました。宮崎市では中学校区ごとに成人式が行われ今年は市内全体でおよそ3900人が成人を迎えました。式では新成人を代表して森田玲さんが今まで愛情を込めて育ててくれた親に心からありがとうと言いたい、これからは大人の一員として様々な経験をしていきたいと家族への感謝と決意の言葉を述べました。また式の後には小中学校時代の恩師などからお祝いの言葉が贈られ新成人たちは熱心に耳を傾けていました。落ち着いた、大人になって落ち着いて男性になりたいと思っていますね。持ち前の性格を生かして、みんなを引っ張っていきたいというかみんなをいい方向に進めれたらいいなと思います。今介護の仕事に就いてるんですがこれからも介護の仕事とか福祉の仕事を続けられたらいいなって思ってます。礼儀正しく責任感のある大人になっていきたいなと思います。これから関わっていく人々にたくさんの幸せを与えてみんなこの世の中が幸せになるような立派な大人になりたいです。社会人としての決意を新たにした新成人たち、それぞれの目標に向かって大きく羽ばたいていってほしいですね。宮崎市の大淀川市民緑地では新春恒例の宮崎市消防出初め式が行われました。これは消防組織の団結と士気を高めようと毎年1月6日以降の最初の日曜日に行われているもので2年ぶりの開催となった今年は宮崎市消防局の局員や消防団員などおよそ1200人が参加しました。式典では防災に功績のあった団員に河野俊嗣宮崎県知事らから表彰状が贈られたほか各地域の消防団員によって大勢で力仕事をするときに歌われる民謡木遣り歌、江戸時代に火災の場所を知らせる目印とされたまといを使った伝統のまとい振りが披露されました。最後に消防車両による一斉放水が行われおよそ30台のポンプ車からカラフルな水が空に向かって勢いよく放たれると上空に宮崎県の防災ヘリ青空が現れダイナミックな空中放水を披露、会場からは大きな歓声が上がっていました。今年1年いざという時にも落ち着いて行動できるよう日頃から防災への備えを心がけたいですね。新富町のルピモール虹ヶ丘商店街の中にあるギャラリー新富で版画の小作品展が開かれています。会場では高鍋町在住で彫刻家の田中仁さんと中学校で美術講師をしている妻の節さんが制作した木版画や銅版画など68点が展示販売されています。この展示会は1年前にも開かれていて今回で2回目、テーマも前回と同じムーンストーリーで月が描かれた作品が数多く展示されています。前回はですね初めてだったんで妻の方はずっと以前から版画やってたんで今までのやつをいろんなタイプの出したんですけども今回は2回目ということでこの1年間に作ったほとんど新作なんですよね。この1年間の状況の中でどういうものが出てきたかっていうのは、僕もずっとここにいますのでお話ししながらこう鑑賞できるんじゃないかと思います。仁さんの作品は30年前に描かれた作品も展示されているので作品の表現がどのように変化していったのか知ることができるのも楽しめるポイントの一つです。また節さんの作品は趣味の海外旅行や音楽鑑賞相撲を題材に
それぞれに合う版画の技法を使って制作されています。彫刻も何点か置いてありますので、そのあたりの関連とかを見比べながら見ていくと、普通の展覧会とは違う楽しみ方ができると思います。この展示会は1月23日日曜日まで開かれています。2人がさまざまな技法で表現した作品をぜひ会場でご覧ください。地域の話題を3本ご紹介いたしました。はい、まず1本目は広瀬中学校区の成人式ということで見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや、まずは、その成人式が開かれたということでちょっとほっとしましたね。そうですね。いや、そして華やかですね、やっぱりね。あの広瀬中学校って私母校なんですよ、はい、たくさんの後輩たちが本当におめでとうという気持ちで見ました。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、広瀬地区というのは、一小学校一中学校なので、こう同級生同士のつながりが深くて、出席率もほぼ 100% だったそうです。そうですか。ということで、新成人の皆様、ご成人おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そして2本目です。宮崎市消防出初め式ということですが、はい、いかがでしたか。いや、かっこよかったです ね。 確かにそうだよね。やっぱあんなね、たくさんのホースでこう放水するって迫力あってね、そうですよね、なんか見に来てた子どもたちもね、なんか目がキラキラしてるような感じがありましたけれどもね、見応えがありますもん。はい、2年ぶりに開催されたということなんですけれども、宮崎市消防局では消防団員を現在募集中ということで、昨年の12月には、新たにプロモーション動画も作成しています。宮崎市の公式 YouTube チャンネルでご覧いただけるということですので、そちらもぜひ皆さんご覧になってみてください、はい、そして3本目、版画小作品展2人展ということで、はい、いかがでしたでしょうか。お二人の作品が集まっているっていうだけでもね、その作品数が多いんですが、いろんなその種類の、ね、作品があったのも面白かったです ね。で、こう、仁さんは彫刻家として多くの海外の展示会に参加してて、これまでおよそ20カ国で作品を出品しているということで、はい、でこちらが、ギャラリー新富で、観覧無料となっておりますので、1月23日日曜日までとなっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、地元前半をお送りしました。